どうも、凛太郎です。よろしくお願いいたします。凛太郎のサッカー研究所ということで、今日もサッカーの話をしていこうと思います。今日はですね、昨日練習試合があって、その時に感じたことを話をしていこうかなと思います。昨日の試合の振り返りですね。昨日の試合、まず僕はトップ下でプレーをしたんですよ。今日は攻撃の話になるかなと思います。普段は中盤ボランチとしてプレーをしてるんですけど、今回はねトップ下でプレーをしました。で、まあね、試合前日に60本のスプリントをしているしたので、まあ、だいぶきつかったんですけど、今日話すのは攻撃の選手にちゃんと役割っていうのを与えないと本当にカオスな状態になってしまうよねっていうことを話したくて、じゃあ今僕は五部というカテゴリーでプレーをしていますけど、やっぱりねレベルが、個人の戦術理解力とかサッカー IQ 賢さとかっていう部分が圧倒的に低いんですよ、実際問題。だそういう選手に対してあなたは何をしなさい、これがあなたの役割ですっていうことを、この小さなことでいいから役割っていうものをしっかり攻撃陣に与えないと、もう本当に自由に動いてプレーしてしまうから、本当になんだろうな、僕はトップ下でいたけど、もうガンガン被ってくるし、ポジションが。自分がボールを受けたいところに走るし、それじゃあ攻撃なんてできないよっていうのは昨日本当に感じたし、4プレベルになるとやっぱりみんながね賢い選手ばっかりだから、自分はこのプレーをしなくてはいけないとか、こういう状況だったらここに行ってとか、味方ともねしっかりつながってるし、そもそもだから、そのレベルの選手になるとやっぱりそこまで何も言わなくても結局できるんですよ、実際。まあ、そこの加減はねしっかり見極めないといけないけど、僕が例えば監督という立場でそういうレベルの選手たちを扱った時にはある程度の自由を与えてもいいかもしれないけど、でもな、まあ上のレベルでもとにかく足が速くてだけとか、ドリブルがめっちゃうまいだけとかいう選手もいるし、本当にねそこは見極めないといけないけど、今のチームのレベルの選手たちであったら間違いなく最低限の役割っていうものを与えないと、もうカオスすぎる。なんで右サイドハーフの選手が急に左の裏のスペースを狙ってるんだよっていうことが起きたりするから、もう意味が分かんないし、だし本当に自由に動いちゃうから、誰がここにいてとか
そういうことが本当に、ここでボールを自分が持ったらここに常に彼がいますみたいなことは本当になくなっちゃうから、マジで難しかった昨日は。うん、だからトップ下、普段はね、あのボールを受けてボールを渡す側だったけど、完全にボールを受ける側に回って、なんでいつもパスコースがなんとなくないんだよなって思ってた理由がすごい分かった。おのおのが自由に動きすぎて、前の選手は決まりっていうところがない、法則みたいなものがないっていうのはが分かりました。本当にね、サイドハーフのポジショニングとかは張るべきなのかとか、中に入ってくるべきなのかとか、本当に全然難しいことじゃなくて、本当にシンプルなこと、攻撃の時にどこに立っていてほしいとか、それだけ伝えるだけでも本当に変わると思うから、そこはね、昨日すごい思いました。いや楽しいですね。だからなんか、なんだろうな、ユースの選手たちも多分自分のやりたいようにやってくると思うから、見てるとが彼らの能力を最大限に生かせるような役割をしっかりみんなに与えていきたいなと思った次第です。結構今の生活っていいですね。なんかトップチームでプレーをしていて、それこそユースから上がってきた選手もいるから、彼らを見てると何が必要でとか、なんとなく見えてきた気がするし、トップチームでプレーをしていて、監督がもう少しこういう伝え方できればいいのになとか思ったことを、ユースの選手たちに僕はそれを踏まえて教えれるから、今のこの生活っていうのはすごい僕はなんかいいと思ってます。うん、自分もね、サッカーをしながら監督としてやれるこの環境、感謝です。ということで、はい、今日の回は攻撃の選手にある程度の役割、最低限の動きの設定っていうのは必要なんじゃないの、っていう回でした。はい、ということで今日はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。バイバイ。